ごい人だかりですね。何をしているんでしょう。見に行ってみましょうよ。こら、ルリア、一人で先に行くなよ。追いかけるぞ。私の予知によれば、この町には近々大きな火災が起こります。なんだって？そりゃどうすれば防げるんですか？火災を防ぐこと自体はできません。ですが心配は無用です。あなた方が力を合わせれば被害は最小に抑えられます。力を合わせ苦難に立ち向かうのです。力を合わせて。そうか、みんなで見回りをすればぼやで済むかも。予知ねえ、当たるもんなのかな。お前さん何を言ってるんだ。アルルメイヤ様が予知を外すなんてことはありえないよ。先日の崖崩れも作物の不作も全部言い当てたんだ。近くの島であの方の言葉を疑う奴はいないさ。すごい占い師さんなんですね。私たちがイスタルシアへ行けるかどうか占ってもらいましょうよ。ロリア、また一人で先に。おい、待ってってば。あの占い師さん、私たち気空団のことも占ってもらえませんか。あら、あなたは。私の力は人々のために使うもの。申し訳ないのですが、このための占いはしないのです。そうなんですか。予言に従うだけの日々は人々から考える力を奪います。何より旅の先に最悪があるとして、あなた方は旅をやめますか。そんなことないです。どんなに大変でも絶対に旅を続けます。でしたら私の占いを聞くまでもないでしょう。幸運を祈っていますよ、ルリア。はい。あれ、私の名前。ああ、私には未来が見えるだけでなく今現在の事象も見えるのですよ。すごいです、この占い師さん本物です。ほらルリア、あんまりごねるんじゃねえよ。気空艇に戻ろうぜ。え、そんなことはね、占い師さん。そうですね、私はおしゃべりが好きですし。あなたは。しましたか。いえ、失礼、お気になさらず。今ここでお伝えすべきことはないようです。邪魔したな、占い師の姉ちゃん。さあ帰ろうぜ。失礼、お邪魔したいのですが。はーい、どちら様。って、あなたは。
ふぅ。昼間にお会いしましたね。占い師のアルルメイヤと申します。お話ししたいことがあるのです。占い師の姉ちゃんが何の用だ？まさか、オイラたちの悪い未来が見えたってんじゃん。実は、それがわからないのですよ。こんなことは初めてですが。私が見たのは、あなたの未来に世界を揺るがしかねない分岐点があるということだけ。世界を揺るがす。あなたは自分自身を信じているのですね。その強さ、健やかさ、とても好ましいものです。あなたが迎える分岐点が良いことなのか悪いことなのか見ることは叶いませんでした。私は自分の力を世界が正しい方向に進むために使いたいと思っています。ですから、あなたの迎える分岐点で世界にとってより良い方に進むよう力添えしたいのです。それに、その分岐点、自分の目で確かめてみたい。言い方は難しいですけど、私たちの気空団に占い師さんも加わりたいということですか？ええ、端的に言えばそうなりますね。共に分岐点にたどり着くには、旅にご一緒するのが一番でしょう。そのおおらかさ、すべてを受け入れる大気のようです。ですが、未だ器は薄く脆い。いずれ強さを得るまでは、私があなたを導きましょう。ま、お前がいいなら、占い師の姉ちゃんが一緒に来ても構わないぜ。ありがとう。改めてになるが、私はアルルメイヤ。アルルとでも呼んでくれ。はい、アルルさん、よろしくお願いしますね。ん？なんかさっきまでと口調が全然違わねえか？予言も語り方によって人々にとってのありがたみが違ってくるようでね。人々に託宣を与えるときにはああいう言葉遣いをわざとするようにしているんだ。キャラ作ってたのかよ。目上には敬語を使うように、その場にふさわしい口調というものがあるだろう。場をわきまえているだけだよ。仲間になったのだから、君らに壁を作る必要はあるまい。よろしく頼むよ。君がどんな道を歩むか近くで見守らせてもらおう。もしやあなた様はあの高名な占い師アルルメイヤ様では？いかにもその通りです。随分慌てているご様子。娘さんが家出されたのですね。おお、見ず知らずの私の娘の家出のことを知っていらっしゃるとは本物だ。アルルメイヤ様、その通りなのです。私はもうどうすればいいか。急な依頼で申し訳ないのですが、菊内殿に娘を探す依頼をしたく思うのです。どうやら娘さんを連れ戻さなければこの町に騒動が起こるようです。早く探し出さなければ
依頼を受けることにしましょう、団長。おお、助かります。女の足ではそう遠くへ行けないはず。慣れない山道で迷っているのでは。なるほど。近くの山は数は多くありませんが、魔物が出ます。団長、急ぐこととしましょう。もし、菊石様。お、さっきの食堂のおかみさんじゃねえか。お代はちゃんと払ったよな。話はそのことじゃなくて、あのね、町長さんのお嬢さんなんだけど、見逃してあげてもらえないかしら。どういうことでしょう。お嬢さん、町長さんの意向で隣町の偉い人に嫁ぐことになってね。急な話だったからショックだったと思うの。なんだか気の毒で。そうだったんですか。どうしましょう。ダメだ、団長。彼女が戻らなければ町の人々が苦労することになる。たとえ意に沿わなくても、彼女は他の人たちに迷惑をかけるべきではない。さあ行こう。遅れると娘さんが魔物に襲われる確率が上がるようだからね。なあ、アルルメイヤ、そういえばどうして町長の娘が戻らないと騒ぎになるんだ。ああ、おかみさんが言っていたように、彼女は別の町の有力者のもとへ嫁ぐことになっている。それは二つの町の友好の架け橋となり、双方の発展に寄与するんだ。だが彼女がこのまま行方をくらませば、互いの町の中は険悪になってしまうだろう。そうだったんですか。多くの人の幸せが叶う道があるのなら、人はその道を歩むべきだ。それが正義であると私は思うよ。今悲鳴が。急いで助けに行きましょう。ありがとうございます。危ないところを助けていただいて、なんとお礼を言えば。気にすんな。オイラたちは親父さんから依頼を受けてあんたを探しに来た気空師さん。結婚が嫌だったとはいえ、一人武器もなく魔物の山に踏み込むとは万有ですよ。はい、すみませんでした。結婚が迫っているかと思うと、いても立ってもいられなくなって。お父様も大変心配しておいでです。さあ町へ戻りましょう。はい、そうですね。菊石様たちにもご迷惑をおかけしました。疲れてないですか。もうちょっとで町に着きますから頑張りましょう。はい、お気遣いありがとうございます。あの、もしよければ気空団の旅のお話をお聞きできますか。いいですよ。そうですね。夢中で喋っちゃいました。どうでしたか。はい、とても楽しかったです。ドキドキワクワクして、まるで物語の中のようでした。私も聞くし、うわ、無理でも、もっと自由に生きてみたかったな。なあ団長、私は多くの人にとって正しい選択をしているつもりだ。
娘さんの結婚についてもそうだ。だが、実際に彼女が落ち込んでいる姿を見ると、本当に正しいのかわからなくなる。本当に、多くの人の幸せの前に、一人の幸せを犠牲にして、いいのか。あの、アルルメイヤ様、顔色が良くないようですが、何か。あ、いえ、大丈夫ですよ。その、ご結婚のお相手も良い方かもしれませんし、あまり気を落とさずに。そうですね。急な話で驚いただけですもの。きっとうまくやれます。きっと。魔物め、その娘さんを傷つけることは、このアルルメイヤが許さん。おお、よく、よく無事で。どれだけ心配したか、まったく、お前という子は。お父様、申し訳ありませんでした。お前はまだ若くとも私の子、町の人々に対し責任があるのだぞ。それを放り出して家出とは。お待ちください、町長殿。娘さんもまだ心の準備ができていなかっただけ。あなたの言葉通り、彼女はまだお若い。その、ですから、今は婚約にとどめ、結婚は少し先にしては。ああ。アルルメイヤ様がそうおっしゃるのなら、そのようにすべきなのでしょうな。娘を探し出してくださった上、託宣までいただくとは。なんとお礼を申し上げればいいか。あ、いや、その、アルルメイヤ様、キクウシ様、魔物から救ってくださって、本当にありがとうございました。私からも重ねてお礼を。依頼の報酬は後ほどお届けします。さあ、行こう。はい、お父様。達者で。ああ、君か。うん。自分が情けなくてな。あの町長、私の言葉を予言だと考え、だからこそ受け入れてくれた。だが、あれは予言などではなかった。ただ、娘さんが悲しむのを見るのが辛くて、思わず言ってしまったんだ。なのに、町長に予言などではないと、はっきり伝えることができなかった。私は公正ではない。未来を知ることができるからこそ、公正であり、正義であろうとしているというのに。そうだろうか。普段、正義が公正だと、偉そうに説教しながら。こうやって迷い、最良ではないかもしれない選択をしてしまうのに。本当に優しくなりたいのなら、もっと強くならねばな。力ではなく、心が。すっかり愚痴になってしまったな。すまない、団長。すまないついでに、しばらくこうしていてくれ。私が甘えたいと思う相手なんて、君くらいしかいないぞ。